それこそもう価格も1万3000ぐらいなんですよ。1万3000ぐらいで、こっからちょっとこのツアーボックス初めて興味持ってくれる人、ちょっとどうですかいなっていう商品が出たみたいな。ファンクション横矢印を押さないと、左矢印を押さないとダメやったんですか。これ僕2回押したら元にこの一番先頭に戻るようにして、ここに僕ログとあのプライマリーホイールの切り替えつけました。見てください、今押してるんですけど、だからね、ここでこうなんか急に大きさ変わったりとかしよるんで、でこれ元に戻すとき Z 押さなあかんとかあるんで、僕はこの左上のスクロールですね、このスクロールにですね、こんな感じで入れてます。どうもミリオネーのウェディです。僕たち映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、そうなんです、今回紹介したいものがございます。それがね、あの最近ドラマ制作系のまあなんていうの、そういうのをやってまして、でダヴィンチリゾルブをまあ非常に使っておりますと。でまあめちゃくちゃ使ってるんですけど、あのねもうね作業量がめちゃくちゃ多いんですよ。でもうちょいなんか楽にできへんかなって思った時に、ちょうどねこの新作ツアーボックス、僕ねツアーボックスの最上級モデルのエリートっていうやつのやつはね出したことあるんですよ、レビュー。それ右上に出しておくんで、まあ改めてね最上級モデルが気になるわっていう方はまああの上見ていただいたらいいんですけれども、あの今回ツアーボックスがライトっていうね、すごいまあ初心者の方というか、まあこれそれこそもう価格も1万3000ぐらいなんですよ。1万3000ぐらいで、こっからちょっとこのツアーボックス初めて興味持ってくれる人、ちょっとどうですかいなっていう商品が出たみたいなんで、ちょっとそれをね、まあ、ダヴィンチリゾルブ実際に使いながらちょっとレビュー見ていこうかなと今回思っております。でこっちのモデル値段がめちゃくちゃ安い、さっきも言ったように1万3000ぐらいで、はるかに安くなってる上に操作性もまあまあちょうどいい数、あのねエリートねいいんすけど多いんすよ数。あのでもちろんねショートカットキーみたいなもんになるんですけれども、まあ、これをね、まあ、アサインしていって、まあ、使っていく機材になるんですが、あのね多すぎると多すぎるで意外と覚えられないんで、それはそれであれやなと思ったんですが、これぐらいちょっと小型で軽くね軽量になったモデルが出ましたので、もしこっからちょっと作業効率化していきたいなっていう方がいたらですね、ぜひこのね、まあ、機材使っていただきたいなと思いました。でツアーボックスライトっていうものが出ましたけども、今回はそれこそエリート最上位モデルと比較すると Bluetooth 接続はできなくなりました。あとボタンの数がちょっと減ったんで、まあ、その辺がちょっと簡略化された分価格が安くなったんですが、こういうねタイプ C でパソコンにつないで、まあ、つなげれるっていうものになってきたので、まあ、ちょっとねそこを今日はねちょっと実際にやっていきたいと思います。でこれねこんな感じでね、自分で好きなダイヤルをね、まあ、例えば、まあ、アサインできるっていう機材になるんですよ。で、これが、まあ、僕やったら、今回は、やっぱりね、ダヴィンチリゾルブのちょっとカラーグレーディングにしました。で、ここに見てもらったらわかるんですけど、ファイナルカットプロとか、まあ、他にもキャプチャーワンであったりとか、プレミアの編集、プレミア色調整、ライトルームクラシックであったり、フォトショップであったりとか、まあ、様々なアプリケーションに対応してるんですね。で、僕はもう主にダヴィンチリゾルブを使ってるんで、今回このダヴィンチリゾルブを使ったもので、ね、まあ皆さんに発信していきたいと思います。でまあこんな感じで今つながりました。でダヴィンチリゾルブ、今回僕はねやっぱカラーグレーディングの工程で結構いろんなもねことをするので、このカラーグレーディングでまあちょっと使ってみたいと思います。でねこれねマジで結構ダヴィンチリゾルブのカラーグレーディングってできること多いんですけど、ちょっとね結構やることが多い時とか集中してる時とかって、例えばやけどシリアルノードとか作る時ってこういう風にねオプション S 本来押していかないとダメなんですよ。オプション S をパソコンで押して作っていかないとダメなんですけれども、僕今回ここのね C1 っていうボタンですね、ここにねシリアルノード追加しました。ほらめっちゃ出てきたけど、まあ、こんな感じでシリアルノード追加したので、例えばやけどここでこうコントラスト感例えば作りましたと、こんな感じでね作りました。で次のノードで作業したい時もうここで押したらもうこれほらもうここでシリアルノード出てきてくれるっていう、めちゃくちゃ便利ですね。このシリアルノードが出てきてくれるんで、ここに C1 にやりました。で僕隣のキーにはですね結構僕がねよく使うんですけれども、この C2 にはこれレイヤーノードっていう機能を振り分けました。でレイヤーノードとか、まあ、パラレルノードとかのね説明しだすと今回の趣旨からかなりそれていくんであれなんですが、僕は結構このレイヤーノードとかを使ってまあちょっと色味を調整したりすることもあるので、まあこのレイヤーノードをまあ単純に設定しましたっていうところですね。ダヴィンチリゾルブで例えばやけどこのねスペースでこれ再生になりますよね。こんな感じで押したら再生されるんですけれども、これ一時停止また再生押すんですが、もうここでね例えばノード作ってここトップ押すとねもう
再生一時停止ができるようになります。でダヴィンチリゾルブのこれねマジ何とかしてほしい機能なんですけど、ファンクションと左矢印を押さないとあのね一番先頭に戻らないっていう、なんかだいたいねそれこそ DTM ソフトとかロジックとかはまあそういうソフトそうなんですけど、エンターキー押したらだいたい先頭に戻るんですが、実はダヴィンチリゾルブエンターキー最初の状態で押しても先頭戻らないんですね。なのである程度こうやって再生してあげて、で見た段階で元に戻したい場合はファンクション横矢印を押さないと、左矢印を押さないとダメやったんですが、これ僕2回押したら元にこの一番先頭に戻るようにしてます。レスポンスも非常にまあいいのでこの辺を使い勝手いいかなと思ってます。で次ねこれね例えばこれここに僕何入れてるかって言ったらコマンド Z 入れてます。なんでこんな感じで戻ります。ほらコマンド Z で戻っていきます。これねコマンド Z こうやって例えばあいらんの作っちゃったいらんなって思ったらコマンド Z 前の状態に戻したいときはここにコマンド Z 入れてます。で例えば保存したいときっていうのはこの隣ショートのキーに保存されるような状態にしてます。なのでこの時点でもうだいぶ楽になりますよね。ダヴィンチリゾルブってもちろんできることが多いし、カラーグレーディングやる工程でもまあもちろんね自分のパソコンの上だけでもできるんですけど、こういう左手デバイスがあると例えばものすごいクリップ数を実際僕扱うんですけど、そのクリップ数をめっちゃ扱う時とかにも、まあ、かなり役に立つ、まあ、デバイスになってます。で僕の場合は例えばこのコマンド Z のとこ2回押するとこんな感じでプロジェクト設定に行きます。でこのプロジェクト設定もかなりまあ大事な部分になります。なんでかって僕は特にこのカラーマネジメントってやつを使いますね。でタイムラインカラースペースレック 709A、 僕 YouTube とかはこの設定にしてるんですよ。でなんでこの設定にしてるかって言ったらレック 709A が、まあ、書き出した時になるだけ色味が変わらない感じなんですね。に対して例えば制作とかの場合とかは僕ここダヴィンチワイドガマットインターメディエイトとレック709ガンマ 2.4 っていうやつにしてます。これねこれにすると1万ニッツまで、まあ、ダヴィンチリゾルブ内で表現できる色情報が広がっていくんですよ。ただなんですけど YouTube とか、まあ、普通にね書き出した時にちょっと例えば色味が変わって見えるっていう状態が起きるので、本来であれば別のモニターとかも使いながらこれはまあ使う項目になるので、普通に普段 YouTube 使う時は僕こっちじゃなくてレック 709A にしてるんですね。なんでこれによってですね例えば、まあ、何にあげるか YouTube にあげるか制作物を作るかによってここのカラーマネジメントっていうのを結構頻繁に変えます。このカラーサイエンスもダヴィンチ YRGB カラーマネジドに変える時もあるし、そういった形でねいろいろあの変更点を加える時があるので、ここ結構僕使うのでこれねトールのダブルクリックに設定してますと。でショートの僕こっちのダブルクリックにはこれです。まあシネマビューアーですね、まあ全画面表示ですね、全画面表示そうで再生できるようになってます。この全画面表示なんかカラーグレーディングするときとかにはまあかなり使えますよね。例えば実際色をまあ作っていって、まあ何でもいいわ、こういう風にとりあえず一旦サイド上げてここダブルクリックするとこんな感じでですね、実際あーこんな感じで色ついてんねんやーみたいなのが見えるようになってきますと。あのダヴィンチリゾルブやったら P のボタンでねできるんですよ。ほんまは MacBook 最初の状態やったら P の状態でできるんですが、僕はここにもう左手の方に設定してしまってなるだけ効率化を図っていくっていう感じをしてますね。でここですね、ここのもうど真ん中のセンターのこのノブはもうねほんまに1フレームずつ1フレームずつまあ進んでいくっていうのを確認できるようにしてます。例えばこういうね色がこう変わってカシャーの時に暗くなった時とかの色大丈夫とか、これちょっと1フレームずつ繊細に見ていきたい時あるんで、あのここでねこう直感的にダイヤルで見ながら操作できるっていうのはめちゃくちゃ楽になりますので、この機能とかもねかなりね使いやすいかなと思います。まあ、ダヴィンチリゾルブって僕の中で一番ちょっと不満なんかこれ拡大縮小やったことある方は分かると思うんですけど、あの結構ねやりにくいんですよ直感的にとか、なんかね思ってたよりでかくなったりとか思ってたよりちっちゃくなったりとかなりやすいんで、だからねここでこうなんか急に大きさ変わったりとかしよるんで、でこれ元に戻すとき Z 押さなあかんとかあるんで、僕はこの左上のスクロールですね、このスクロールにですねこんな感じで入れてます。はい、こんな感じでねスクロール入れといてあげると、実際右手はキーボードの方置きながらですねカラーグレーディングして、実際に例えばこうちょっと細かく見て、あスキントーン調整しないとあかんなとかっていうのをこういう風に直感的に確認できます。で一回押すと僕元の大きさに戻る Z のボタンの役割を果たすようにしてます。こんな感じで拡大縮小で元の大きさに戻すっていうのをここにまあ設定してますと。まあ、これやるだけでねかなりねこう
細かいニュアンスとかも、まあ、めちゃくちゃ見ていけるからすごい楽になるなっていうので、ぜひね、このここのね、このダヴィンチのこの広げて狭くしてがもうめちゃくちゃやりにくいから、こここれのね機能をちょっと使えるのはだいぶありがたいなっていうところになってますね。もう一個僕がかなりねこうあの使ってる機能っていうのが、ここのツアーボックスのこのロゴが書いてあるところのツアーのボタンなんですよ。ちょっとここ見てほしいんですよ。僕ねプライマリーホイールとログホイールっていうのを結構グレーディングするときに使い分けるんですけど、いちいちここでこうやってね、まあログと、まあ、切り替えてやってるんですが、ここに僕ログとあのプライマリーホイールの切り替えつけました。見てください、今押してるんですけど、押すとこんな感じでログホイールとプライマリーホイールがどん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 入れ替わってますね。ここにねボタンアサインしとくことによって、あ、今はログいじりたい、今はプライマリーいじりたいっていう時とかに今使い分けができます。ちなみに結構プライマリーとログホイールの、まあ、違いというかそういうところがあるんですけれども、まあ、プライマリーっていうのは基本的になんですけれども、あのリフト、ガンマ、ゲインっていうのがあるじゃないですか。ここでね全体的にこう例えば色下げてあげた時とかに中間色も引っ張るっていう特徴があるんですね。一方例えばログホイールの方はそれ中間色引っ張らずに特定の部分だけ、この今ミッドの部分だけとか下げるっていう機能がついてますので、まあそういった意味で結構ね使い分けする方が多いというか、まあそれこそログホイールはセカンダリーホイールって言われるように、僕は結構プライマリーホイールで全体合わせた後にログホイールを細かくいじっていくっていうことをするので、ノードは実際分けたりするんですが、ここのログプライマリーのね切り分けはかなり使うので、まあこの機能があるっていうのはまあめちゃくちゃ便利かなと個人的には思っております。でここのアプリ見ていくとこんな感じでですね、本当に例えばけど ×2 とかでシネマビューは僕の場合はね、であのプロジェクト設定、トールのプロジェクト設定で、あの自分がキー忘れちゃっても、例えばここ押したら、ここ押したりすると今トールに何が当たってるか、取り消しとかですね、 何のキーが当てはまってるかっていうのも確認できるので、この辺はね、まあ、やっぱりすごい便利です。一回ちゃんと入れたものを、まあ、すぐに記憶するっていうのも大変なので、ね、慣れるまではねここ見ながら、あれ俺ここに何入れたっけみたいなのを実際にこのアプリケーション見ながら、コンソールで、まあ、見ながら確認していくっていうのが一番いいかなと思います。で本当にクリップ数もものすごい100超えるぐらいのクリップ数を僕制作の方で扱ったりするんで、そういう時にちょっとしたこのねこういう機械、こういう機材があることによってすぐにね簡単にカラーグレーディングの工程もどん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 行っていくことができるっていうのがすごい大きいですね。ちなみになんですが、僕ここよく使うんですが、一個忘れてた、ここの機能ですよ。ここね押すことによってこれ、はい、スチルを保存っていうやつができます。スチルを保存っていうのは何かって言ったら、要はここで例えば今タイムラインのこのクリップね1で作った色を保存して、例えば2に当て込むことができるみたいな、僕このスチル保存っていうのを使います。例えば部屋の環境下やったら1個のこのスチルを保存してどんどん使い回ししていくとか、これいちいちね右クリックしてこのスチル保存みたいなのを押していかないとダメだったんですが、このここ僕真ん中のボタンクリックするだけでスチルが保存されるように勝手になってますので、こんな感じでこんな感じでねスチルをどんどん保存していくのもすごい便利なので、この機能も結構今ね制作のまあ編集の中で結構使ってる機能ではあります。なのでですね、実際こうやってダヴィンチリゾルブとか使っていくときに工程数が多くなればなるほどマジでしんどいんですよ。でやること多いし、でずっとキーボードの上で何もかも操作する、例えばファンクション矢印左押して先頭に戻るとかめんどくさいから、こういった操作になれるとかなり時短になって、結果的にまあ全体的な作業効率が上がるっていうことは、こっから例えば仕事の依頼が増えても、まあ、対応していけるちょっとしたねきっかけになっていくと思うので、もしねこっからいろんな、まあ、ダヴィンチリゾルブとかでこれからも編集していきたい、もちろんプレミアプロでもライトルームでも何でもいいんですが、そういったもので編集していきたい方はですね、ぜひまあちょっと一回取り入れてもらって慣れてもうたら、多分ねこれないと結構しんどなってくるぐらい、まあ便利な機材にはなると思います。で実際問題、ダヴィンチリゾルブにはカラーパネルっていうねカラーを専門に扱うパネルがあるんですけど、結構でかいんですよ。でもうね こんなサイズあるんですよ。でこんなサイズあるやつをいちいちじゃあ旅先に持っていけるかって言ったら持っていけないじゃないですか。でもこれやったらカメラバッグに入れて、まあご自身のね、まあ例えばその出張先でもこれを使った編集っていうのができるので、まあ有線が嫌じゃなければですね、ライトの方まずね安いモデルからね一回使ってみて、あこれちょっと機能足りへんし、もうちょいあったら便利やなって思う方は、前回ね紹介したエリートの方をねにグレードアップしていくっていうやり方を一つ踏んでいくのはすごい面白いかなと思います。お試しで買うには1万3000円はかなりねお得な価格になってますので、よかったらねぜひこちらチェックしてみてください。
でここでですね、一応ね皆さんにね、まあ、お伝えしておきたいことがあるので、そちらだけちょっとお話しさせてください。まずなんですけども、このツアーボックスライトなんですけれども、まあ、上位モデルのねツアーボックスエリートネオと同じコンソールソフトウェアを使用しているので、要はこの新しい別で何かを落とさなければならないっていうわけではないんですね。で機能性とか対応アプリケーションに違いは基本的にないです。でツアーボックスっていうのはそもそもなんですけど、人工光学に基づいたデザインのコントローラーになってるので、かなりね、まあ、手にも優しいモデルになってますね。で特に今回個人的にはおすすめな機能になるんですけれども、プラスで言うと、まあ、よりねツアーボックスライトって要は、まあ、初心者向けじゃないけど、これからの方に向けたね、まあ、割と機能になってましてですね、このベータ版、このツアーボックスコンソールベータ版にしないといけないんですが、今あくまでベータ版なんですけれども、このベータ版のここですね、設定のところからこのプレビューモードってやつをオンにします。するとですね、ちっちゃい、これわかります？これツアーボックスのね画面出てきます。なのでね、これでね、ここにね UI を出すことができるんですね。なのでノールックをこれから目指す方に関してはですね、最初の方はこの機能を使うといいかなと思います。でこのモデルのサイズとかもこうやって変えたりすることもできるし、でまあ、なんか外観も色変わるんかな、まあ、色変えたりとかもできるし、まあ、この辺はご自由にしていただいたらいいんですけれども、このプレミアムモードがあることによってですね、まあ、かなり見やすくなるかなと思います。でこの HUD をやることによってですね、こうやって例えばプロジェクト保存とかっていうのが出てくれますね。であとは取り消しであったりとか、何を設定してるかっていうのがここに出てくれるので、まあ、かなり楽やと思います。これ自由に動かせるので、邪魔にならないところで、あ今プライマリードログカラーホイール入れ替えたんやなとかっていうのも分かるようになるので、まあ、この辺をね皆さんも機能を使ってですね、で、まあ、自分がどこに何のボタンを割り当ててるかっていうのを、まあ、操作しながら見ていけるとですね、かなりやりやすいかなと思います。でこれ慣れてくると、この表示を消してですね、まあ、ノールックで、まあ、実際に覚えた、まあ、ショートカットをどんどん使っていくのがいいかなと思います。はい、というわけで今回はですね、ツアーボックス新しく出ましたライトの方を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、かなりねお求めやすい価格になって登場してくれたので、まあ、ボタンの数とかね、まあ、Bluetooth がつなげないのはちょっと不便に感じる方もいるかもしれませんが、それをそぎ落として価格を落としてくれたって考えたら、これを買う価値は結構あると思います。概要欄にねこのリンク載せてますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。というわけでミリオネンで映像制作とか音楽制作に特化したこと、日々 YouTube に上げているんですけども、今目指せ10万人銀のということで頑張ってますので、この動画が良かったなと思う方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。